どうもこんにちは、ヒカクゲームズです。皆さん、今日1月27日はですね、国旗制定記念日ということで、1894年の今日、日の丸が国旗として制定された日みたいですね。はい、もうこの記念すべき日を祝って、僕らも日の丸のようにど真ん中大当たりぶち抜いていきましょう。今日もですね、ウィルアプリ2020やってきたなと思うんですけど、今日はですね、1月27日月曜日ということで、はい、まあ毎週の通りね、ここに今も出てますけど、はい、クラブセレクションやってまいりましたので、今回もですね、ガチャ解説と、あと僕の方で3回ずつ引いていきたいなと思っております。で、最初にですね、ちょっと大事なところがあって、この e フットボールってとこを押していただいて、マッチデーなんですけど、なんとですね、コインの報酬復活いたしました。はい、で、いやこれでも嬉しいんですよね。オンチャレのですね、コイン報酬がこっちに移動してきたみたいな形 でこれですね、クリアしたというか、ポイントを貯めたらすぐにもらえますので、はい、これはすごくいいんじゃないかなと思っております。で、ただ注意点があって、ここ見たら分かる通り、初級、中級、上級でもらえるコインが変わってくるんですよ。で、合計で言うと、初級で50コイン、中級で75コインで、上級で100コインという形で、これレートで分かれているんですよね。で、なので、できるだけですね、もらえるコインを増やすためには、この参加する段階でここ一つでも上げておくこと、すごく大事かなと思ってます。なので、例えばですけど、今ですね、レート650ぐらいの方がいたら、ちょっとですね、オンライン頑張って699以上に上げて、中級で参加していただけるとコインもらえますので、ぜひですね、この辺頑張って、まあ、できればですね、900以上にしていただいて、上級で参加するとですね、オンチャレの時と同じように100コインもらえますので、ぜひですね、これ忘れずにやっていただきたいなと思っております。で、あとそうだ、もう一個あって、動画視聴キャンペーンですね、ちょっとお待ちくださいね。こちらもですね、このお知らせのところから確認できるんですけど、ちょっと前にこれ e フットボールプロ配信中ということで、動画視聴でこれですね、1月30日までに、ここの視聴をこちらって押していただくのでもまだ間に合うみたいなので、これも忘れずにやりましょう。こういう系結構増えていて、意外とですね、コイン配布多くなってますので、ぜひ忘れずに、特に無課金の方は忘れずに。で、配られるのがいつだっけ、2月6日みたいなので、こういうのね、後々聞いてくるんですよ。先にやっといて後に仕掛ける、なんだろうな、いい例が浮かばない、なんかわかんない、あの勉強と一緒かな、先に勉強しといて後後々聞いてくるみたいなね、まあそんな感じなので、ぜひですね、やっていただきたいなと思います。ということで、前置き長くなりましたけど、今週のガチャこちらですね。はい、マンチェスターシティとトッテナムということで、いや、いいガチャなんだよな。どちらも魅力的ですし、懐かしいね。あの2019年にさ、 CL 決勝ガチャってきましたけど、はい、それ以来のトッテナムクラブセレクションになるのかなと思います。で、それぞれですね、簡単に見ていきたいなと思うんですけど、まずはトッテナムですね。こちら初登場ということで、いや、シンプルに嬉しい。はい、中間 FP ではですね、出てきた選手結構いるんですけど、いやー、でも嬉しいね。まあスパーズサポーターの方はもちろんですね、これは結構熱いんですよね。で、特にケインね、はい、この前ファンのチョイスで出てきてましたけど、まあファンのチョイスはですね、無課金だとスルーしてる人も多いと思いますので、いやー、この8分の1でケイン出てきたのは熱いし、いやー、エリクセン、デレアリ、モウラ、ソン・フンミン、アルデルバイレルゾ、いや、全員やないかい。結構熱い方になってますね。で、もう一つシティの方なんですけど、こちらはですね、3回目の登場ということで、もうすでにですね、見慣れたメンツもいるんですけど、一応こんな感じですね。ジェズス、マフレズ、スターリング、デブライネ、フォーデン、ウォーカー、ストーンズ、エデルソンということで、初登場で言うとフォーデン、ウォーカー、ストーンズですね。まあでも3回目でも3人初出場がいるっていうのは結構いいポイントですよね。はい、いやー、やっぱシティは豪華ですよね。で、特にですね、僕今回注目してるのはスターリング。いや、今回最強スターリング出てきてますので、いや、これはマジで当てたい、そんな気持ちなのかなと思っております。ということで、これらを踏まえてですね、今回ガチャ優先でやっていきたいなと思うんですけど、まずトッテナム、こちらに関してはですね、ちょっと難しいんですけど、Bプラットさせてください。 B 評価なんですけど、その中では結構いいということで、まあ CS 初登場ですし、個人的にはかなり魅力的かなと思っております。さらにですね、まあ上位陣当たりの選手たちの能力が非常に高いので、めちゃくちゃいいんですが、まあ、明確に当たるとちょっと苦しい選手でもいるので、まあ無課金で言うとちょっと A まではいかないのかなっていう印象ですね。はい、あとはですね、まあ CS 自体は初めてなんですけど、習慣との被りも多いっていうのはちょっと注意するポイントなのかなと思っております。まあただ B 評価のガチャの中だとかなりいいと思ってますので、うん、ちょっと中途半端な B プラという形にさせていただきました。はい、で、もう一つマンチェスターシティなんですけど、こちらは条件付き A 評価ですかね。やっぱりメンツは安定感ありますし、正直ですね、外れっていう選手はいないので、例えばですね、年末年始で始めてたりとか、まあ、シティ一度も引いてない方はですね、まあ、絶対引き台ガチャになってくるのかなと思っております。で、まあ、今まで引いてきた方がやっぱり問題で、半数以上がですね、クラブセレクションですでに登場済みなので、この辺はやっぱり気になりますし、さらにですね、ジェズス、デブライネあたりは週間でも登場しているので、いや、この辺の手持ち次第なんですよね。まあ、被りリスクは間違いなく高いガチャではありますので、はい、まあ、なので条件付きの A 評価とさせていただきました。で、コインがですね、少ない方、どっちか引くならどっちって質問毎回あるんですけど、
まあ、フラットに見たらシティの方がおすすめではあると思います。はい、ただ正直ですね、ここまで来ると本当に手持ち次第なので、すでに保有している選手ベースで、はい、前も言いましたけど、この選手は当たり、この選手は外れっていうのを自分の中で判断していただいて、その中の確率でどっちが高いかっていうのを見ていただくと、冷静な判断できると思いますので、ぜひそんなところも試していただきたいなと思っております。危ねえ、今水こぼしそうになりましたけど、はい、ということで僕引きましょうか。いやマジでこれ超重要な引きなんだよな。今週はね、ちょっとミスれない、本当にミスれないガチャになってるので、はい、頑張ってやっていきたいなと思っております。いやどっちから引く、まあトッテナムからだろうな。トッテナムからですよね。で狙いはですね、僕もね、結構持ってる選手いて、この中で言うと僕ソン・フンミンとケインはすでに持っていて、ファンズチョイスのケインで言うとですね、全く能力同じなので、この2人以外でいきたいですね。 あとガッサニーが持ってるか、ガッサニーが2回出た過去があるので、この3人以外、そして狙いはデレアリ・スターリング、デレアリ・スターリング、デレアリ・スターリング、この2人で、スターリングじゃない、いねえや、スターリング、ごめん、いなかった、忘れてください、皆さん記憶から抹消してください。デレアリ・エリクセン、これでいってみたいだと思います。さあということで一発目いきましょう、レッツゴー。さあ大丈夫、撮影できてる、録音できてる、大丈夫だよね、オッケー。さあマイクラブから、これもうイングランド確定だからね。さあ誰が出る、さあガッサニーが見えるのか、来い。おっと来た、黒玉。さあ誰ですか、誰ですか、誰ですか、7番、おっとソフミンやらかしていく、一発目から世代を超えて比較していく、どんだけ出るんね、どんだけソフミンも、ソフミンに愛されてるでしょ、完全に3日前ぐらいにも世代超えて比較してるからね。ちょっと待って、まあまあまあ、でも1回目は許そう、大丈夫、最初はみんなミスがある。まあいきなりバイトの子もさ、初日からかませる人っていないじゃないですか、ベテランガチャラーとして。いやもうしょうがない、もう忘れていこう、2回目は切り替えていこう。もう2日目になればみんな慣れていくから、ここで比較はしないぞ。さあ行きましょう、2回目、レッツゴー。おい、二日目でのミスは許されねえぞ。ちょっと待って。ちょ、ポーズ変わってる、さっきとわかんないけど。ちょ、待って、さらんへよ。これはやってるぞ。ちょっと待って、やばい。そう、待って。久しぶりの3回連続比較に大手がかかってきてるんだが、ちょっと待って、やばい、嘘、待って、トッテナムでやらかすなよ。こういうのはさ、ちょっと微妙な CS ガチャの時になってくれよ。やばい、待って。まあまあ、でも、最後な。3度目の正直っていう言葉作った方を今ね、僕ね、すごいリスペクトしてるんですけど、多分彼の言うことは正しい。そんなところを証明していきたいなと思います。マジか、やべえ、めちゃめちゃ緊張する。さあ、3回目、頼む。待って、本当にやばい、頼む。さあ、ラスト、お願いします。スターリングない、デラリ、来い、スターリングなど、さあ、誰か来る、ラスト、来い、嘘、待って。おー、27分間、びっくりした、スパイクから判断したけど、おー、ルーカス・モールか、おー、いいじゃん、いいね、まあ。最後は助かったけども、びっくりした。いやスパイクめちゃめちゃ似てたからびっくりしたね。いやでも待って、収穫モウラだけ。さて、シティの方行きましょうか。今週シティ1つだけでしたよね、ガチャね。はい、ということで頑張ってやっていきたいなと思います。でこちらはですね、僕モライスね、あの悪夢のモライス3連続、いやもう記憶から離れないよ、モライスと、あとはデブライネ持ってます。でマフレザ持ってなくて、あそれぐらいか、その2人なので、それ以外でまあ狙いで言うとスターリングと、あとはまあフォーデンあたりかな、この辺狙い撃ちできればいいかなっていうところですね。さあということで1発目行きましょう。さあマジか、ちょっとね、いや今回シティの方で結果出せればまあいいみたいなところはある。あそっか、ジェズスも欲しいね、ジェズスでも全然いい、ということは当たり結構多いですね。さあ行きましょう、ゴー。おーい、待って、おーい、悪夢の再来だよマジで。これなんでこうなるの毎回、待って、モライスこのぐらいの黒玉でーすじゃないんだよ。モライスもいや好きだよ、今回アイコン一番好きだよ。でも違うね、お願いだからモライス以外をください、今回ね。助けてみんな、なんでこんなことになるんだよ。僕一応コナミさんに貢献してると思ってるよ、一応解説とか頑張ってるよね。うん、お願いします。さあ2回目、まあでもね、さすがに今回モライス3連続はないと思ってるから、まあオッケー。さあ2回目、最初はね、まあ1比較ぐらいはもうね、分かってる。自分の中でのガチャ運がやばいこと分かってるから、1比較ぐらいはもういい。さあ2回目、来い。オッケー。さあまずはフィールドプレイヤー。さあ誰ですか、さあ47番。あ、来たんじゃないこれ。あ、フォーデンっぽいぞ。
お、記者っぽい。あー、いいね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 。オッケー、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 オッケー。悪くない、悪くない、悪くない。オッケー、オッケー、いいよね、オッケー、オッケー、オッケー。いや、全然いい。マネシティに関しては、もちろん、誰が当たっても当たりみたいなところはあるんですけど、個人的にはですね、若手の方で狙ってましたので、はい、いいんじゃないかなと思ってます。動画の展開とかいい、今回は。いつもなんか最後ね、バーってなって終わるけど、今回はーってならない。さあ、ラスト行きましょう。レッツゴー。ラスト頼むよ、お願いします。ラストオッケー。ジェズスカスターリング見えて終わろう。気持ちよく終わろう。気持ちよく終わりましょう。レッツゴー。おさあ、誰誰誰だから、世代を超えて比較してんだよ。もう習慣持ってんだよ。もう